今朝の県内は放射冷却などの影響で今シーズン一番寒い朝となり伊佐市では氷点下の朝を迎えましたあたり一面霜に覆われた午前7時ごろの伊佐市大口霜がついた植物はまるで綿毛をまとっているように見えます今日は二重四節気の大雪暦の上では 本格的な冬が到来する頃とされています今朝の県内は放射冷却などの影響で冷え込みが強まり伊佐市大口で氷点下1.7度霧島市溝辺町で氷点下0.8度鹿児島市で4.8度を観測するなど県内33の観測地点のうち22地点で今シーズン最低気温となり4地点で氷点下となりました。 伊佐市の児童らは白い息を吐き、肩をすくめながら、手袋などを着用して登校していました。あ、最近じゃ、今日一番寒いですね。半ズボン。<laughs> 寒くない。寒く<い> <laughs> 県内では、明日の朝も厳しい冷え込みとなりそうです。